マーシャルアンプ編おまけです。裏側だけやったらあれなので、ちょっとつないで鳴らしてみました。まあ、爆音では鳴らせないので、かなりちっちゃめですけどね。はい、結構ノイズが乗ってます。はい、アースの問題かなって感じですね。音いいですよね。まあ、こんな甘い音結構好きです。まあ硬い音もねいいんですけどね。やっぱりマーシャルはこのちょっと甘ったるいような、ちょっとなんかねちょっとしてる感じの、まあこんな感じの音がいいですよね。まあセッティングちょっと見えるかな、メモリ見えないかもしれないんですけど、まあゲイン、プリアンプのボリュームが4です。マスターはね絞ってるんで、ね、0.5 ぐらいしか、ひねってませんが、トレブル8で、ミドル8、ベースが6で、プレセンスが、4みたいな感じですね。はい、まあ一般的な感じかと思うんですけど、意外とね、俺がマーシャル鳴らすときはあまり歪ましません。ギターソロね弾くときはブルースブレーカー踏んで、歪ます感じになるんですけど、まあ曲の裏とかはねそんなに歪んでないです、いつも。こうコード鳴らしたときにねちゃんと単音の一つ一つの音が、分かるようなぐらいにしか歪ましてないです。まあそれがちょっとしたこだわりかもしれないですね。まあいい感じです。やっぱりマーシャルがね好きです。うん、他のアンプねいろいろ使ったことあるんですけど、やっぱり最終的にはマーシャル戻ってくるので、まあ人それぞれね自分の好きなアンプ違うとは思うんですけど、日月真嗣は、マーシャル、しかもこれね JCM 800です。また呪文のようになってわからない人いるかもしれないですが、まあ、JCM 900とかね昔、若い時には主流だったんですけど、まあ一つ前なんでつまみがあんまりないんですけどね。まあ個人的にはもうこれぐらいつまみあったら俺的には大丈夫です。これ以上あっても難しくなるんでね、まあ、ちょっとシンプルな感じのねやつがいいですね。はい、ということで、今日はマーシャルの解説になってしまいましたがはい、また次のプラチナでもこいつ持っていきたいと思います。それではバイバイ。難しい。